この番組は、この番組は南あたりに、の人と違うなんだっけ人にスポットを当て南畑の風をでしたっけだいぶ飛びましたね飛ばしただいぶ省略された人にスポットを当て新鮮な南畑の片言南畑やり直しちょっともう一回もう一回この番組は、南畑の人にスポットを当て南畑の新鮮な風を新鮮な状態でお届けします野菜屋さんみたいな感じになっちゃう全然覚えてないいらっしゃいいらっしゃい180回も新鮮だよ正解は何正解は人にスポットを当て南畑の新鮮な情報を発信し伝えるプログラムです南畑の風を皆様にお届けします全然すごいねみんなちゃんと覚えてるんだね意外と覚えましたねあ見てるあざあざ見てるみたいでしたけど全然覚えてませんでしたしほりんの感情ガタガタそうオープニング、まあ、今週ちょっとしほりんまたお休みなのでちょっと私が初めて今多分タイトルコールをさせていただいて、はいはい、171回目にして初めて181回いやめっちゃ覚えてると思う全然覚えてないびっくりしましたねこの番組はしかこの番組はしかなかったな全然聞いてなかったです俺そのお茶好きなんですよどのお茶ですかこのシャルドネこれ飲んだことある初めて見ましたそうそうブドウのマスカットの風味がする紅茶へあのこれどこで売ってるんですかファミマへこれめっちゃおすすめあの全然 甘くはないんだけどそうそう香りだけですねそうでもほんのり甘く感じるしさ、うんこれすごく美味しいんですこれ僕もう今大概飲んでるこれ今ごまかしてるでしょ、うん、オープニング失敗したこと突然完全に違う話よ確かにしおりん、まあ、しおりんも毎回読んでんでしょでも読んでますね読んでますねしおりんが覚えてないんだよ多分あんまり、うん、来週見ないで見ないでやらせてよ俺よりもひどかったりしてこの番組はぐらい言えますよね180回も聞いててやっぱ覚えない、ね、もう覚えようとしないと覚えないもんなんですね、うん、何でもねもう一回言うって言われてももうダメかもしれないこの番組はしか言えない新鮮な風をお届けしておりますので、うん、新鮮な状態で、はい、状態でね状態とか言ったことない八百屋さんみたいなという感じで今週も始まってますが、はい、新鮮な状態です、はい、なんか忙しいみたいですね皆さんなんかこのほらちょっと前もなんかほら副大臣さんとかいらっしゃったじゃない、うんはいはい、女性の来ましたねとかなんか最近も視察とか多いんでしょ視察多いかな？あ、多くないの？いや急に、まあ、行ったり来たり、あ、そうか、うん、そう、それで視察に行ってきたっていう話もあるわけでしょ、うんうん、どちらに行ってきたんですか？河原町です。河原町香る、うん、春とか言って河原町字面いいよね、うん、春が香ると書くんですね、うんうん、でどこにあるんですかそれは？ちょっと私は位置はあんまり分からない右上ぐらい？筑豊地方ね田川町ですね、田川市の隣ですかね。そうそう田川エリアでね、うん、右上ぐらいですね。もともと田川郡田川郡から河原町だな、ね、うん、そうだから筑豊って大体能形と飯塚と田川が大きいけど、はい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 、その横っちょにちょろったら小さな町ですよね。うんうん、その話もそうですね。どうだおいおいとね、おいおいなの、おいおい今しちゃう、今しちゃう、なんかとてもね、なんだろう、やっぱ南畑ととても雰囲気が似ててですね、うん、ちょっと中山間っぽいんですけども、うん、今からちょっと頑張ってあの地域の活性化をしようっていうのを張り切ってやってるところで、本当競技会とかもですね、はいろいろ、はい、コミュニティっていう、何コミュニティ？斎道所。あ、斎道所ね、斎道所、うんうん、あの銅を取ると書いてね。そうですね、もともと銅の採石場があったところですね、うんうんうん、ちょうどそこのエリアが南原と同じぐらいの人口で1700人、うん、そうだよね、なるほどなるほど、っていうところもあって、はい、ちょっと勉強前ね来てくれたんですよね。そうですね、こっちの方に来ていただいてっていうのでちょっと盛り上がっていって、せっかくならちょっと行ってみようかっていうので、サイドゥーショって書いてあるね、サイドゥーショって書いてある、サイドゥーショ
そう、ここ駅がすごい素敵なんですよね、うん、そこが文化財の指定にされていて、あ、なるほど、古い建物で、はい、そうです、そうです、うん、そこの横をあの、うん、コミュニティの場として使おうということで、そうですね、コミュニティスペースみたいな感じでね、住み付けみたいにこう、ね、そうですね、移住、そうそう、できる。どんな人とお話をしてきたんですか、その当時は。ですね、地域おこし、うん、元地域おこし協力隊の方と実際に今の地域おこし協力おこし協力隊がちょうど立ち上げた時に、うん、あの頑張って働いていたあの市役所の方、神谷、違う、村上屋、何でしたっけ、村井屋ですね、村井屋、村井屋、はい、民泊、あ、民泊のところを、はい、しているとことかですね、うんうん、そこも見せていただいて、はい、そうですね、お話もして、そうか、南畑って民泊してるとかないのか、うん、ないですね、なんかあってもおかしくないけど、別に条例でできないわけでもないよね、そうですね、そうか、まあそういうのはいろいろ参考にはなりますね、そうですね、本当に今から頑張ってね、いろんなあの、もともとこっちは南畑の小学校を維持していこうっていう移住なんですけど、まああちらの方はすでにそこの学校が統廃合されて一つのことになったんですね、で、はい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 、あるその一つの小学校をあの公民館的にいろんなことをしようという形で、うん、それはね、一つというかもうすごい珍しいのは、はい、河原町全体で一つの学校になってる、そうなんです、小中学校がすべて一つになってるって、うん、そうです、相当まれなんです、そうで、なんかバスがね走ってるんですよね、うんうんうん、通学でやっぱり遠いところからも行くから、うん、そうそう、バスがっていうか要はその町の人はみんな一つの学校に9年間行ってるんで、うんうんうん、だからまあ効率的にはすごくいいですよ、うん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 、すごい、そうだから結構大胆な政策をしている町ですね、ますね、そう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 、小学校でもねオルガン教室とか太極拳とかいろんなことをやってたり、皆さんあの今から頑張る、それもなんか農業部隊だとか、うん、プールを開放するために掃除をみんなでしようとか、うん、月にな1回かな、月に1回開放誌を開いたりあの、うん、発行しててですね、開放誌協議会もしてくれ始めましたね、そうすごい、じゃあバス、まあお互いね、河原町の人にとっても南畑は多分参考になるところあるし、はい、南畑の人にとっても河原のその斎藤署か、斎藤署の取り組みはいろいろ勉強になるっていう感じで、そうですね、お互い交流が続いていくといい、うん、今後もね、いろいろとちょこちょこの行きたいなと思ってますし、うん、あの美術散歩の方もしっかり PR して協力隊の方が、うんうん、寺井さん普通に資料読み込んでるなんか河原町の方の、うん、施設の見学とかもさせていただいたんですけど、その協力隊としてこういう理由で協力隊を導入しましたっていうところとか、そうそう、そういうのもね教えてくださって、しっかりなんかプレゼン資料とかまで用意してくださって、そこのあの西道市の小学校のところで、あの市の職員の方があの説明をしてくださって、もうすごい充実っていうか、そうですね、勉強勉強になりましたね、なんかやっぱり立ち位置というか協力隊の役割とかが中川市とはまた別違うところで頑張ってもらうっていうところで、なるほど、うん、ここあれかな、結構やることが少しこう絞られてるというか、絞られてるとか、ね、明確になってるところがあるよね、そう、年々その前年度の人に去年はこうだったから来年採用するときはこうした方がいいみたいな意見とかを聞きながら次の採用にこうアップデートしたりとか、なるほど、っていう形でこうやってらっしゃるみたい で河原町ってあの協力隊の OB とか OG の方とかの定住率がすごく高くて、うんうん、それだけやっぱりしっかり河原町のことを、うんうん、その3年だけじゃなくてそれ以降のことを見据えた上で応募して根付いて定住して仕事してとかまで、そうですね、っていうのが本当すごいなっていうのは、そのもう民泊の方も7年目ぐらい住み始めて、うん、言ってましたね、まあもともとやっぱよそから来られた方で、うん、大阪の方、なるほどね、それは、うん、4日後つ、うん、なので、あとはあの、うん、お昼に食べたハンさんっていう、ハンさん HANそれあの韓国の方とかじゃなくて、違うのね、全然あの純ジャパニーズの方だと思うんですけども、何のお店なんですか、なんていうんですかね、なんか米粉でいろいろその、うん、アレルゲン除去とかを、私パスタいただいたんですけど、それも米粉、うん、玄米のパスタ、米粉スイーツって書いてあるね、うん、これランチも食べれるんだ、ランチはそこで食べたんですけど、米粉パスタとか書いてますよ、そうそうとか、ね、うん、なんか里芋のコロッケとかもあるけど、それも揚げないで、なるほど、米粉の衣がついた、うん、アレルギーフリーでやってるわけですね、
めちゃめちゃ美味しかったですよ。私あのピーマンの肉詰め、うん、あめっちゃ美味しい。肉詰めピーマン、うん、そのピーマンもなんかね畑ですぐ隣の畑、そのお店の近くで食べたもん。お米もすぐ横で作ってるみたいな感じで。なるほどなるほど。体に優しいし美味しいね、うん、ご飯を食べて。あとあれも見ましたね、うん、ビットビーンっていう、うんうん、これなんていうのかな、アクセサリー、シルバーアクセサリーの、うん、を作ってる方の工房兼お店みたいな感じなんですけど、うん、そこももともと空き家を活用してされているっていうところで、すごい良かったですよね、うん、あの娘さんがなんか作って、うん、商品とか販売をしていらっしゃるんですけど、うん、そこのお父様がこのリノベーション、うん、DIY、 趣味でとは言ってたんですけど、趣味の範囲じゃない、ね、全部何でもやっちゃう人、まあこの町にも何でもやっちゃう人が何人かいますね、うん、そうそう多いですけど、うん、なるほど、うん、それなんていうお店、紹介してあげよう、ぜひ。 BETWEEN ビットウィーン。それ河原町なんていうところにあるんですか。河原町住所ですか、うん、河原町斎道署、うん、6076-3。その銀の細工のお店、シルバーの、うん、あのインスタもあるみたいで、あじゃあぜひ検索していただければ、はい、してください。素敵なお店です。斎道署駅から結構近い、歩ける範囲、うんうん、まあ車で行ってどのくらいかな、1時間ちょっとぐらい、まあ福岡、2時間かかった。あでも高速使えば、うん、そうね、うん、こうまあ高速っつってもあれだもんね、こっちの山越えていくか、そうそう、焼山から行くか。そうそう、私たち下道、うん、普通の国道沿いから行ったので、うん、ちょっと山から入っていく道ね、うん、まあ意外と時間かかりそうやね、うん、頑張れば1時間半ぐらいかな。もともと河原町は、まあ、セメントの町なので、うん、まあ、斎道署はどうだけど、町の方はねセメント、だから河原岳って山が1個削れてるのはセメントの原料で、山ありましたね、うん、あと筑豊ラーメン山小屋の本社があるところですね、はい。本店がありますよ、筑豊ラーメン山小屋さんの、はい、はい、ということで、じゃあ河原町情報はまた、まあ、今後も、ね、交流があるでしょうから、はい、ぜひ続けていただければと、うんうん、思いますわよ、はい、勉強になります。ということで、はい、お便りのコーナ ー今日俺がタイトルコールしてばっかりだね。あなんか珍しくメールが届いてるようなので、誰が読み、あのチーフィー読み上げますか。マイクお願いします。うん、はい、では行きますね、うん、南畑物語の皆様、はい、こんにちは。こんにちは、マキマキです。誰、なんてマキマキです。マキマキです。ちょっと聞いたことないな。聞いたことないか。久しぶりですね。お久しぶりです、はい、久しぶりです。前回放送でロゲーニングの感想が流れていたので、はい、慌ててメールしてます。うん、あ慌てて、うん、ちょっと2週間遅れぐらいで私にそうメッセンジャー届きました。ありがとうございます。忘れてたーって。忘れてた。間に合うって言われて間に送ってくださいって言いました。今更ですが私も感想をお伝えしますね。お、ありがとうございます。秋の谷、うん、ロゲーニングでジャングル&コース作り。ちょっと待って、あのもう一回あのエコーつけるから。じゃあ長くなりそうですよ、はい、ちょっと待って、秋の谷ロゲーニングでジャングル&コース作り、汗水垂らして休校ぬくめる短歌にしてみました。ちょ、この曲も流してみました。50ポイントもらえる競技会スポットが面白くてですね、ほうほう、田んぼをクロスのコースにするのにローラーを引いたり、ほうほう、うん、バンブージャングルを作るための長い竹を山場から運ばせたり、競技会の命令になります。競技会の下高さに脱帽でした。長く南畑にいたつもりでしたが、初めての体験ばかりで新鮮でした。うん、地元の方がゆるっとあちこちボランティアに入っていて、うん、素敵な地域をアピールできてましたよね。もっとのんびり回るつもりが、うん、ソロだったためか、なまじ知った場所だったためか、ゲームだったからか、気づいたら結構な速さで駆け足で駆け回っています。うん、そこで出会う懐かしい顔がまた見たくてですね、本当に楽しい時間をありがとうございました。
ロゲイニング、バトンタッチで美術散歩。今度は俳句できた。俳句かなこれ。季語は。季語は何でしょうね。ロゲイニング、美術散歩が季語じゃないですか。11月の季語。違うコーナーになりましたけど。じゃあもうちょっともう一回最初の俳句もう一回読んで。まだ文章続いてる。まだ続いてるんですか。ごめんなさい。じゃあ引き続きお願いします。今度は俳句ができたというところで、さてさてお次は南畑美術散歩ですよね。これなんかワンコーナーになってますこれ。はい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 。私もボランティア登録したところです、うん、おおなるほど、またいらっしゃるんですね。今年で9回目になる美術散歩。何度か参加された方は今年はもてなす側に入ってみましょう。きっと違った楽しみが見つかるはずです。リスナーの皆さんもぜひ。それではまた、巻き巻きということで。ありがとうございます。なんかちょっとわちゃわちゃしててあんまり頭に入ってないんですけど、文面が、うん、俳句、短歌を振り返りますか。そうですね、ちょ最初の短歌をちょっともう一回、もう一回ゆっくり読んでもらっていいですか。はい、振り返りましょう。はい、秋の谷、うん、ロゲーニングでジャングル&コース作り。汗水垂らして休校ぬくめるが一つ目の。なるほど。秋の田んぼの田ですね。うん、そうですね。平井先生ちょっとどうですかこの俳句。はい、ちょっと突然のことで比較先生たちと不在なので。秋の谷。うん。まあそうですね。稲稲刈りの後の あのなんかこう表現を入れてほしかったですね。あなるほど。確かに確かに。はい。なるほど。普通に評価してまあやっぱこう基本的にはあの、うん、文字数は全く無視する。そうですね、短歌といえどもちょっと2つ、まあ、ロゲイニングでまでまあ許されますけど ね、許される。七でしょ。汗水垂らして休校ぬくめる、あそこら辺はいいのか、うん、ジャングル&コース作りはすごく長いですね。そうです ね、 そうですね。まあでもそのワンクッションがやっぱね、巻巻先生ここでこう自由が入ってくるスタイル、巻き巻きスタイルですね。ジャングル、ジャングルっていう略し方がすごいですね。ジャングルジムを。ああ、そっか。ジャングル作ってるわけじゃないもんね。ジャングルジムを作ってる。バンブージャングル。バンブージャングル。バンブーを。バンブージャングル。あえて竹というワードを入れてないっていう。竹を運んだのに。確かに確かに。ジャングルで伝わるだろう。ジャングルで伝わるという自負がジャングルってやっぱりね、あのブラジルの南米のジャングルみたいな、なんかそうそう南米の湿地帯の感じがね。ジャングル、うん、まあじゃあちょっと2つ目の。すごいですね、2つ目竹が1個も出てきてない。2つ目はですね、なるほど、はい、厳しい。ロゲイニング、バトンタッチで美術散歩、はい、今度はシンプルに。そうですね。これも南畑という言葉が一つも入ってない、うん、確かに確かに。すごいですね。これはロゲイニングのあった9月から美術散歩の11月にこううまくバトンタッチされていくっていう、季節とイベントがこうシフトしていくよっていうことをこう表現されたのだと思われますけども、はい、今度は俳句できたっていうのは俺チッフィーが言ったのかと思ったら、違います、違います。マキマキさんの文面に書いてあるんですね。はい、俺なんかツッコミを入れたのかと思ってた。違います、違います。違うのか、本人のこれだけなんかもうここで終わったのかと思って俺終了してたら。なるほどですね。あもう今年でどうで、まあ美術散歩ですけど、うんうんうん、今年は9年目、9回目なんですね。9回目ですね。あらあっという間の9年、うん、なんかまあちょっと今告知として今できる限りのものでいくとどういう告知になるんですか。うんうんうん、日付が決まりましたよね。うん、そうですね。やる日が決まってます。パンフレットできてますね。日付上もう一度改めて、うん、はい、11月20日日曜日に開催されます。11月20日、まあ、ちょうど 1ヶ月ちょっと後ですね。そうですね、うんうん、はい、あと今あの絶賛リーフレットをいろんなところで、あ、そうそう、うちのお店にもあのお配り今年は、ね、しております。まだ置いてない、置かなきゃ。今年は通称枝豆グリーン。あ、去年は何でしたっけ。なんかあの茶色っぽいやつだね。そうそうそう、あれもなんか色言ってなかった。なんとか、何でしたっけ、なんとか違うか、何ですかね、何だったかな。うん、これ枝豆グリーン、枝豆グリーン、ずんだグリーンですね。ずんだ感がすごいですね。ずんだ感があります、ね、色の名称としては萌え木色という色らしいんですよ。あ、まあでもちょっとこう萌え木だと春っぽいイメージがある。うん、
けど、まあ、それをちょっとグッと、まあ、グッとなんかちょっとこうマットな感じがするからね。やっぱこれ確かにあの南畑っぽくちょっとこう枝豆の感じします、ね、濃くしてもらって、はい、ベースは萌え木色という色なんですけど、完成するとちょっと枝豆な美味しい色だなって感じがしたビール横に置いてみたいなっていう、ね、塩かけてみたいなっていう、ね、色変わるかもしれないまあでも毎回素敵な、うんね、今年はカエルさんなんですね。そうね、イノシシさんだったでしょ、はい、あの表紙の色がその枝豆グリーンに合わせて、うん、それに合うなんか動物を考えた時に、はい、そうそう、カエルさん、カエルさんだったら違和感ないなってなって、うん、ちょっと秋の動物ではないんですけれども、うん、南畑に、ね、そう、まあ、いわゆるね、あのゲコゲコ鳴くのはもうちょっと前だけどね、うん、そう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 、目には見えてないけど結構いろんなところにカエルがいますね、うん、これね、はい、カエルが喋ったりしてる、めっちゃいるねカエルが、喋るんですよ、喋るのカエル、喋ってますどっかで、あーそういうこと、うん、吹き出しがどんな声なんだろうカエルどんな声なんだろうなんて言ってますカエル、この番組はって言ってないイベント当日は小学校と中之島公園に案内所を設置しますご不明な点はお気軽にお声かけくださいって言ってますね。寺井さんがやってる下手な郷ひろみみたいな感じになってるね下手な郷ひろみみたいな感じなんですけど公演でも、うん、あのもちろん配布してますので、そうか、いやもうちょっとじゃあイベントの告知をもうちょっとしようかこの11月20日が本番ですね、本番です、はい、10時から16時まで、はい、でまたこれ同じように集合する行き先としては南畑小学校に駐車場があるのか、うん、そうですね、うんうん、小学校と、まあ、中之島公園の駐車場を使っていただいてもいいですし、あと今年中川市役所バスがね、はい、市役所からシャトルバスを今年は、うん、無料バスですね、はい、お出しします。はい、またトゥクトゥクも走るんですか。トゥクトゥクも走りますよ、走ります。おなじみになってきましたね、おなじみになった、ね、おなじみになったのでもう1台増やしまして、うん、あら合計何台、まあ、2台、今まで台、今まで2台だったのを3台にしました。おすごいね、はい、頑張りました。もうそろそろみんな南畑の人トゥクトゥク乗り出すんじゃないかぐらいの勢いで増えてますね。マイカーがトゥクトゥクになるかもしれないですね。冬寒いですけどね、ちょっとね、うん、そうですねまあこの、まあ、参加のね、工房も今年も今14、はい、工房がね、14ですね、参加されてますけど、他にもじゃあ体験のワークショップとかもそうですあるんだ。今年は、5件の作家さんのところでワークショップが開催される予定で、プラスで、うん、あの南畑小学校の体育館で、うん、にじみえの体験もできます。はいはいはい、あ、にじみえワークショップ、これですね。はい、基本 はあ、そうか、事前予約制と当日ができるやつといろいろあるわけです。あ、そうですね、その場所場所で基本作家さんの分はできれば事前に予約をお願いしますっていうものですね。なるほど。で、にじみえの体験に関してはもう当日、うん、飛び込みで大丈夫です、OK、ですよっていうので、でにじみえはあの作家さんじゃなくって、うん、あの南畑小学校の OB の子供たちが講師になるって言ってますね、うん、はい、子供たちが先生なんですよね、在校生プラス OB、OG、うん、素晴らしい素晴らしい、そう、なんか子供たちが先生になって、うんうんうん、子供先生、ね、体験のいろいろこう、うん、教えてもらいながら教えてもらってくれるっていう、うん、はい、素敵ですね。それを周りの大人たちがサポートしながら実施しますので、いいですよ、にじみえ、うん、ね、200円でにじみえ体験できます、うん、200円、はい、はい、絵はがきサイズ の紙、特殊な紙にね、こうにじませながら絵を描いていく、その色を落としていくんですけど、その赤と青の間のこうにじみ、うん、にじんだところがまた違う色にこう変わっていったりとかして、そのこの落とし具合とかね、うん、そういうのでなんかこう風景が変わっていって、なんかちょっとね、あのお絵描きなんだけど癒される感じ、うん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 、ちょっとこれ体験した人じゃないと分かんないですけど面白いです。お絵描きだけど癒される感じ、癒されるお絵描き、なるほど、そう、もう本当小さいお子様からできますので、うんうん、もう感覚でやれるやつだから ね、なんならお子様の方が上手かったりすることは、もちろん大人の人も体験して OK ですよね、うん、大人の方もできますので、ちなみにやっぱこのおすすめスポットにね、いろんなこう飲食店さんとか載ってますけど、なんかこれ見るとやっぱり相当充実してますよ ね、お店も増えましたね、増えてる気が、うん、はい、増えましたし、飲食店立ち寄れる場所も、まあね、カレー食べれたり、うん、まあ、こう食堂系のもあるしさ、パン屋さんなんかもそうですね、ありますし、お菓子もあるしね、うん、
コーヒー飲めたりとか。そう、すごいなこれ。1日じゃ回りきれないぐらい。回りきれないですよ。ですね、これそうなんです。なんか毎年この美術散歩のこのリーフレットがもう年間パンフレットみたいに作ってて、うん、あのそれこそ作家さんの場所もね14箇所今回あるけど、うん、1日じゃとてもあのしっかり見て回るっていうのは難しかったりするんですけども、うんうん、一部まあアトリエがあったりとかしたりするので、まあ今回は当日はちょっと普段空いてないところに行ってみようとかいう形で行かれて、でまた後日改めてあのちょっと作家さんのところに直接、うん、あの予約を取って行かれたりだとか、うん、まあそれあの作家さん以外でもあのそうやって飲食店情報のマップにもなってるので、うんうんうん、それを持ってまた改めて南畑に遊びに行こうという、うんうん、そういう、まあ、そのきっかけになるようなイベントですね、はい、そういう、はい、きっかけになるし、そういうリーフレットになってますので、うんうん、1年間持ってなるほど楽しめます。イベントの時だけじゃなくて、はい、この枝豆ブルーを、枝豆グリーンを枝豆ブルーはもう使ってますね。サムライブルーと間違っちゃいました青い枝豆腐腐ってはあの、まあ、なあの青いってことはそうね、そう色づく前みたいな違うかすいません。枝豆グリーンを枝豆グリーン見つけたら常に携帯できるぐらいのね、はい、なるほど。そう1年間に、ね、これだけ情報がだって充実してるマップなかなかないですもんね。なかなかないです、うん、まあ、作るのはやおいかんですけどね。やおいかんですばい。まあ、今までの蓄積もありつつね、このまきまき先生のね、まきまき先輩のね、巻巻先輩のあの功績もありつつ、うん、この9回目を迎えることができたという、はい、まとめでよろしゅうございますでしょうか。はい、感謝でございます。感謝でございます。はい、ということでじゃあ11月の20日20日日曜日、ぜひぜひ、まあまあそれとプラスそれだけじゃなくて、なんかこれをきっかけに、うん、南畑に遊びに来ていただけるような、はい、そんな場合な、うん、まあでもまたちょっと細かい情報はおいおいまだ1ヶ月ありますので、はい、おいおいお知らせしていきます。ボランティアも募集中です。はい、ありがとうございます。今週の中之島公園の情報をお届けする寺井、略して今週の寺井、うん、もっと略してコンテラ、うんうん、皆様ごきげんよう。ごきげんよう。うん、ごきげんよう。いやいや、もう秋めいてましたね。秋めいてましたね。秋めくよりももう寒くなってる。寒くなりました。寒くなりました。はい、うん、もうこうなるともうね、あったかいなんかこう豚汁とかね、あ、あ、いいですね。なんか汁物には欲しくなりますよね。なるなる。お鍋とか、うん、おでんとか、おでんとか、ね、いいですわね。はい、もう、うん、あの熱燗でさね、もうね、熱燗いいですね。お湯割りでさね、もうね、お湯で割りたい季節でございます。はい、お野菜もね、あの着々と、そうか、冬自宅に、秋、はい、秋自宅になってきましたね。秋めいてまいりまして、もう里芋が旬でございます。美味しいね、ホクホクとしてね。はい、ホクホクとして、うん、もう掘りたてのやつなんかそれこそもう。何もつけないというか、もうね、そのままこうふかしてもらって、うん、でこうつるっと剥けるんですよ。あ、そしたらはいはいはい、つるっと剥けて、絹かつぎだっけ、絹かつぎっていうのかね、うんうんうん、つるっと剥いて、もう塩をパッパッパッてこう振ってこうパクッとやってもらったら、あ、もう美味しそう、最高。おお、それやっぱ熱燗ですね。熱燗ですね。ですね。お湯で割りたい季節です ね, ね、はい、というね、お野菜、まあ、あとまあ冬のこう準備とかでね、ちょっとまあ、あの全体的にお野菜自体は少ない季節にはなるんですけれども、まあそういったちょっとこう栗だったり芋だったり、そういうちょっとホクホク系のものが、はい、増えてきましたね。秋ですね、やっぱね、ホク感がね、はい、でそんな秋ね、やっぱこう気候がようございます、日中は、うんうん、ようございます、ようございますね、ようございますので、あのちょっとね、あのイベント情報、あの お知らせしたいんですけども、そんなちょっとこう過ごしやすい季節になった、うん、あの10月の23日、うん、日曜日、あのだいたい毎月第4日曜日ぐらいに、うん、あの静かなヨガというタイトルで、うんうん、あの中之島公園主催の、ヨガのイベントをやってるんですけれども、うん、まあ、いつもは色彩館でやってます、うん、はい、色彩館でやってるんですけども、ちょっとまあ気候もいいので、うん、あのお隣、公園のね、すぐ近くにかやぶき屋根あるの、はいはい、まあ、この辺の方だったらご存知なんですけど、うんうん、見たことある、かやぶき屋根優先庵という名前がついてるんですけども、うんうん、そちらの、あの、まあ、管理されてるあの美奈子さんという方がいらっしゃるんです、うん、その方に、まあ、いつもあのヨガを、はい、あの教えてもらいに、あの
中之島公に来てもらってるんですけどね、まあ、せっかく近所にありますので10月すごいあの気候がよくってあの風景もすごくいいんで、うん、あの10月はですねそっちの優先案で、うん、あのヨガを体験しようという、うんうん、はい、イベントにしております。雰囲気がいいとこですよね。めちゃめちゃいいです。もう落ち着く感じが、はい、もう本当古民家のね、うん、あの綺麗にこうメンテナンスが入った古民家だなっていう、うん、あのお宅なので中も雰囲気いいですし、うん、まあ、外から見る風景ももちろんいいんですけども、うんうん、まあ、そこからこう中にあの古民家の中に入って、うん、そのお庭の景色だったり、うん、すぐ近くのその中川から流れる川の音のせせらぎとかね、うんうんうん、で遠くで鳴く鳥の声とか、うん、そういったもうあの自然の BGM を聞きながら、うん、あのゆっくりと静かに自分の体を見つめヨガをするという、うん、はい、静かなヨガ、これが10月23日に、行いますので、よかったら、はい、お申し込みしていただいてはどうでしょうか。うん、はい、23日といえば日曜日ですね。日曜日です、はい、何時からですか。11時から、はいはいはい、開催します。11時からだいたい12時過ぎぐらいまでですね、うん、はい、で受付は10時45分に、一旦カワセミの里前、中之島公園の、直売所カワセミの里前に集合して、うん、で一緒にあのもうそこから歩いて 2,3 分ぐらいなので、うんうん、一緒に、まあ、お散歩しながらかやぶき屋根の方に、行きましょうというちょっとお散歩付きです。うーん、はい、でお申し込みは中之島公園のホームページとか SNS でも、発信しておりますので、こちらチェックされて、まあ、お電話、092-953-0514 もしくはホームページからの、お申し込みフォーム、辿っていただいてお申し込みをしていただければなと思います。はい、参加費はお一人1500円です。はい、高校生以下は実は無料にしております、うん、はい、小学生以上であればもうあの一緒に、お母さんとかねお父さんと一緒に来ていただいても大丈夫です、うん、はい、ぜひぜひお待ちしております。はい、はい、ありがとうございます。はい、今日もなんか情報型でちょっとよくわからないですけど、まあ一番直近は今の10月のイベントかな。はい、10月23日ね、うん、来週、はい、再来週、うん、再来週、再来週ですね、次の日曜ですね、はい、うん、まあということで昨日養生、うん、はい、中之島公園、うん、ぜひぜひ行きましょう。はい、まあいい季節なので、うん、皆さん、まあ、体調だけは本当にしながら、はい、僕もなんかさっき足がピリッときました。治りましたか。いやちょっとわかんないです、そんな怖いですね。はい、ということで自分メンテナンスしましょう。そうですね、はい、今日はしほりいませんでしたので、はい、じゃあ来週はみんな揃えるかな。そうですね、はい、はい、じゃあ終わりましょう。また来週。はい、またねー。